はい、毛先ハーフピンクあるね。毛がね、本当にもう少ない人ね、このぐらいね、前の方がね薄くなっちゃってね、本当にこんな感じだよ。もっと実際もっと根元の方は本数あるよね。でこういう人をね巻くときね、もう毛先の方から巻けないからね、このね巻いては巻けないことないけどね、実際もっと少ないよね、毛先の方はね。だからこういう時はやっぱりここ途中で折ってね、まあ、適当に折るね、こうやってね折って、はい、ロッド置いてね。だったらこうやって普通に巻いちゃったの？折るね。これ毛先ね、ハーフピンカールね、うん。で、パーマかけりゃそんな大したことないね。だから結構、カールは小さい方がいいね。ちょっと今の大きいカールだったね。ね。前の方5本ぐらいじゃない？だいたいフロントのあたり5本ぐらいだよね、これやる必要があるのはね。でしかもこの場合長くないとね、これで適当にちょっと大きめのピンカール作ってね、あとペーパースライスでちょっと小さくするっつうのね、あとこうやって普通に巻いてくれればいいだけだからね、うん、ね、テンションかけるとあのアホ毛がいっぱい出てくるからね、まあそんだけだね、注意ね。はい、簡単でしょ。はい、やってみます。はい、皆さん毎度毎度、はい、毛先を折って巻くね。まあこんなことね、美容学校で言ったらね、落第だおめえっつうんでね。だけど実際ね、あのご年配のね、フロントの3本4本5本かな、これ使うのは。他はだいたい普通に巻けるけどね、もう毛先がね2、3本しかないからね、やっぱりそういう時はこういう折って巻くっていうのを裏技としてね覚えておくと、仕事がねさっさっさっさと進んでね、あのスムーズだね。もう毛束を持ったら一発で巻くっていうの、スライスね、シェイプ、ペーパー取ったら絶対に巻くっていうの、95% 以上の確率、まあ何パーセントか分かんないけど、たまに自分もロットすっ飛ばしたりさ、コーム落としたりするからね、まあ 100% とは言えなくても、ほぼ確実に巻くってことだよね。まあそれがね、プロだよね。だから逆に言ったらね、スライスシェイプ、ペーパー取って、ってね、もう一回巻き直し、またスライス取って、シェイプして、ペーパー取って、ロット取って、うまく巻けねえからもう一回やって、3回やったらさ、下手くそに思われるよね。うん、3回やったらもう下手くそに思われるから、まあ、プロとかヘッタクルじゃなくて下手くそに見られたくなかったら、本当にあの涼しい顔して一発で、ほぼ一発で巻くっていうのを、どんな状況の 毛先だろうが、毛束の量だろうが、何だろうが、レイヤー入ってようがね、あのベテラン女の先生だとね、もう散々パーマ巻いてきて、そういう方に言わせるとね、ペーパー折って巻きゃ簡単だよなんてね、縦に折ればいいんじゃないのなんて言うかもしれないけどね、自分も今いろいろやってね、やっぱね、毛束を途中でハーフピンカール入れて巻くのがね簡単。まあここはもう美容師さんのね考え方によるけど、やっぱ楽勝が一番だね。あ、はい、お疲れ様でした。